特殊部品市場協会、略称、セーマは、アメリカ合衆国の自動車用、アフターマーケット部品メーカーで構成される、団体である。特殊機器市場協会、専門装置市場協会、特別装備部品市場協会、特殊装備市場協会などとも。本部は、カリフォルニア州、ダイヤモンドバー。6383社が加盟している。百六十三年、 スピードエキプメントマニュファクチャリングアソシエーションとして10社で設立された。創設者はロイ・リヒター、エド・イスケンデリアン、ウィリー・ガーナー、ボブ・ヘッドマン、ジョン・バートレット、フィルウェイ・ジュニア、アル・シーガル、ディーン・ムーン、ビッグ・エデルブロック・ジュニア。1970年、現在の名称に改名。アフターマーケット向け自動車部品メーカーが主体になって開催される。 日本史である。部品単体での展示、部品メーカー主導で作成された、デモカー、チューニングショップ主導で作成された、デモカー、自動車メーカーによる自社車両の展示等が展示される。ラスベガスコンベンションセンターで毎年11月に開催されている。アメリカではモーターショーに準じている。日本の自動車関連の日本史で比較すると、 完成車主体の東京モーターショーではなく、同じく、アフターマーケット向け自動車部品の協会である、日本自動車用品、部品アフターマーケット振興会が開催する、東京オートサロンに類似している。ありがとうございます。